生姜をたっぷり使った豚肉ともやしの炒め物を紹介します。最近寒くなってきたので体も温まり風邪予防になる料理です。生姜は新陳代謝を高め体を温めます。豚肉はビタミン B1 を多く含み疲労回復になります。もちろん味も美味しいので食欲増進になりますのでおすすめできます。それでは作っていきましょう。材料を紹介します。豚肉 140g、 もやし1袋、人参 10g、 生姜 10g、 パクチー 5g、 生姜は水にさらしておきましょう。豚肉に下味をつけます。調味料を少量ずつ入れ、よく揉み込み、卵を含ませるように入れます。片栗粉をまぶし、最後に油でコーティングします。豚肉を油通しします。低温の油に入れ、肉が1枚ずつ剥がれるようにほぐしていきます。ご家庭で作るときはこのまま直接フライパンで炒めるだけでもいいでしょう。油通しすることで肉も短い時間で火を通すことができ柔らかくなります。生姜大さじ1を入れ、香りが出るように炒めます。豆板醤を小さじ1入れ、軽く炒めます。辛いのが苦手な方は入れなくても結構です。もやしと人参を入れ、炒めていきます。ここでしっかりもやしを炒めないと、もやしの生臭さが残るので、しっかり炒めましょう。バランスよく、もやしを炒めることで食感もよく美味しくなります。逆に炒めすぎると水分が出てしまうので気をつけましょう。もやしがしっかり炒まったら、油通しした豚肉を入れていきます。紹興酒と醤油を鍋肌から入れて香りを出します。醤油は大さじ1と1/2くらいを入れました。スープまたは水を 30cc 入れていきます。味の素と胡椒を入れ、味を整えていきます。水溶き片栗粉を大さじ1くらいで、スープと具材を一つにします。仕上げに香り付けのごま油を入れます。よく水洗いすることで辛みを抑えることができます。しっかりと水切りした生姜を上に乗せ、その上にパクチーを乗せていきます。これで生姜たっぷりの豚肉ともやしの炒めの完成です。美味しく作るにはもやしをバランスよく炒めるのが重要です。このチャンネルではこれから中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理を作る様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄によろしくお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。